どうもこんにちは、日暮小学校の粟田優作です。今日はですね、ちょっとご質問いただいた、ハイポジションでね、皆さんこう高度なりを抑える場合にね、ちょっとどういうふうにすればこう安定したりするのかっていうことについてお答えしていきたいと思います。ハイポジションで抑えるっていうと、例えば C コードを別の形で抑えるとか、そういうことですかね。こういうことだと思うんですけども、基本的にはですね、ハイポジションになったコードっていうのは、この、制覇って言ってですね、例えばこう3フレット全部をこう人差し指でがっちり押さえていただいて、他の形を作っていただくとかですね、ハイポジション、どこでもハイポジションになりますけども、この状態で例えばこうやって押さえることが多いと思います。一番その重要なポイントは、制覇、こうバレエコードとか言いますけど、ジャンとグッとね、押さえつける、どこで押さえてもちゃんと4本がきっちりなるかっていうことが大事になってきますので、そういう場合には必ずこの人差し指がしっかりと立ってなきゃいけません。で、僕自身の、レッスンではですね、必ず大体、親指を出していただいてコードを押さえてくださいとか、メロディーを弾いてくださいっていうふうにお伝えしているので、親指を基本的には出してもらうんですけども、制覇の時はですね、親指を必ず引っ込めていただくしかありません。こういう状態ですね、人差し指を押さえた状態で、親指はこのちょっとこう斜め向いた状態、こんな状態ですね。これが大事になってきます。で、この状態で、まずこの4本しっかり押さえてるかっていうのを確認してください。5本ね。で、こういう構えで鳴るかどうかっていうよりは、もうこの状態、こういう状態でしっかりと振ったりしても、落とすぐらい振らないでくださいね。はい、こういう状態で振ったとしても絶対に落ちないっていうか、この状態でもしっかり音が鳴ってるっていうことがまず大前提になります。ですから、こういう縦の状態でもいいです。膝の上とかにこう置いていただいて、こうやってグッと持っていただく。で、例えば1本だけ押さえたり、2本押さえたり、3本押さえたりってあるんですけども、まずですね、この親指と人差し指でこういう状態ですね、こうしっかりと押さえられているのか、こちらですね、このままグッと持ってきて姿勢が変わったとしても音が鳴らなければ、ウクレレらしく弾け、ウクレレの音楽っていう音楽的な弾き方はやっぱできませんので、そこをきっちりとまず押さえていただいてから、他の指に対して、気持ちを向けるっていうことが大事です。で、どうしてもね、ここをしっかり押さえてると、この3つの指がね、どうしても動きにくいっていうのはやっぱりありますけども、これはやっぱりいろんな曲で、やっぱりやっていくしかありませんので、最初はちょっとやっぱ難しいので、いきなりこういう練習はね、なかなかやりにくいと思います。まずは普通のコードにしっかりと慣れていただいてから、若干難しいコードに取り組んでいただくってことが大事になります。制覇で押さえるのがまず基本にしてから、それを崩して4本指で弾いたりっていうのもありなので、そこはもう場面場面で臨機応変に、4本指で押さえるのは4本指で押さえたらいいのでね、それぞれがね。でも、どうしても4本で押さえられないコードっていうのがやっぱりありますので、その場合はちゃんと制覇、この5フレットなり6フレットなり7フレットなりをしっかりと、この状態、横に置いてない状態でしっかりと鳴らせてるかっていうのを確認してから、次に進んでいって、ハイポジション、ソプラノ、特にソプラノちっちゃいので、ハイポジションでもしっかり弾けるっていうことにつながっていくのでね、そこを意識してと練習していただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さらに下の説明欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メールマガジンにご登録いただくだけで、定期的に皆様のウクレレ上達のお役に立てるより深い内容の動画を配信してまいりますので、ぜひご登録ください。また、ブログ、日暮小学校のブログもぜひチェックしてみてくださいね。